世界の文様をゼンタングルで巡るシリーズ第9弾。今回はゴシック建築のトレーサリーに見られる文様を描きます。ゴシック建築は12世紀後半にフランスから広がった建築様式です。尖ったアーチや広い窓とステンドグラス、豪華な彫刻が特徴です。トレーサリーとは、その建築様式における窓の装飾を指します。今回はフラグメンツを中心にトレーサリーとゼンタングルの要素を組み合わせて描いていきます。窓の色や表現を工夫することで、さまざまな美しい窓を描くことができる作品です。Thank you.
最後までご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうか。このチャンネルではゼンタングルの様々な楽しみ方を紹介しています。この動画が良いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。私の最新のゼンタングル作品はインスタグラムにアップしていますので、概要欄からチェックしてみてください。チャンネル内の他の動画もご覧いただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。